旧辺参加住宅は、岡山県高橋市成和町吹屋にある、ベンガラ製造で栄えた片山家の本家邸宅である。旧辺参加住宅の市屋内部旧辺参加住宅は、岡山県高橋市成和町吹屋に所在する。片山家は、片山の総本山で、本片山と呼ばれ、屋号は、小屋という。本格的に、ベンガラ製造を創業した1795年から、 204年弁柄製造に携わり弁柄株仲間を組織し企業の統制を取るとともに有料品質で市場を拡大し特産品としての吹き屋弁柄の地位を守り続けた豪商である。郷土館の向かいにあり、母屋、宝蔵、米蔵、弁、柄蔵、仕事場及び部屋の五棟が国の重要文化財に指定されている。伝統的建造物群の格とするべきだと考え、 2003年から保存修理が行われ、2005年8月から建物の内部も一般公開されている。当主は代々、朝次郎の名を襲名し、1971年に廃業した当時の当主は9代目であった。片山家の子祖からの系譜を記録した資料は現存しておらず、存在が明確にわかっているのは、弁柄業を始めたとされる初代、朝次郎以降である。 二代目から1847年から四代目、没年不明までの時代にあたる、近世末から明治にかけて、吹屋弁柄が最盛期を迎えており、この頃に多くの財をなし、建物の増改築を行ったと考えられている。九代目から1975年の時、片山家の弁柄製造は終焉を迎え、十代目投資没の死後、片山家住宅は、 成和町に寄贈され、現在に至っている。片山家や同業者の村の経済への貢献は大きく、片山家は1857年に鉄百束十二百束の県能への褒美として一大名字を許可された。また、現在の行政区画となった1955年以降の税金についても、3分の1を吉岡銅山、三分の一をベンガラ業者、残りを 他の市民が支払っており、弁柄業者全体として、村の経済の支えになっていた。母や、宝蔵、米蔵、弁、柄蔵、仕事場及び部屋の、敬語棟が、旧編参加住宅の名称で、国の重要文化財に指定され、仮想図3枚が重要文化財の不指定となっている。さらにこれらとは別に玄米蔵、弁、柄箱、道具蔵が高橋指定文化財となっている。 屋敷地は通りに面して、北を正面とし、敷地北端に母屋、その西に宝蔵、母屋の南に米蔵と、ベンガラグラ、ベンガラグラの西に仕事場及び部屋が立つ。さらに、裏門を出て、南側の敷地には、玄米蔵、ベン、ガラ箱、道具蔵、これらの東に南蔵が立つ。なお、以下の解説は、旧編参加住宅調査報告書に基づくものであり、 建物の名称が2006年の重要文化財、指定時の名称と一部異なっている。各建物の建立年代は、片山家に伝わる仮想図などから次のように判断される。母屋は主体部が18世紀末の建立で、主体部南側の増築部と二間部が、文政13年以前、座敷部が明治8年の増築である。 宝蔵は、母屋の二貫武蔵地区と同じ頃の混流、米蔵、弁、ガラグラ、仕事場及び部屋は、安政二年以前の混流である。主体部は東側を通り土間、西を居室とする。居室は、手前から店の間、卵部屋、食事部屋、女中居間と称する。店の間と、卵部屋の西には、それぞれ中の間と茶の間がある。主体部の西には、仏間部、その南に、 座敷部が接続する。以上のほか2階にも、居室を設ける1階の通り止間は、高指導を境とし、前方が、店空間、後方が、生活空間となる。大屋根部分居室列の最も奥は、女中居間とし、使用人空間である。仏間部、及び座敷部は、基本的には、接客空間で、適宜主人及び、家族の居間として使用されていた。 階段は4所あり、主人空間及び、主人家族空間と使用人空間を明確に区分している。通り土間と、居室列からなる主体部大屋根部分、その上手の両行の短い主体部落棟部分、さらにその上手の二室からなる仏間部、仏間部の南に接続する座敷部で構成され、仏間部上手に宝蔵が接続する。土蔵造り、桁雪4.9メートル、 両行3.0メートル、2階建て、切妻作り平入り、3瓦原武器陶器類などの高価なものを保管するために使用された。重い屋内から直接出入りできるようになっている。昭和50年に修理事業で外壁を修理しており、正面側は漆喰を塗り直し、西面のつま面は板壁から白漆喰塗りに改めた。主体部は工場から運ばれてきた。 ベンガラをふるいにかけて、ゴミを排除し、調合し、袋詰めや箱詰めをし、荷造りまでを行う場であった。外壁は、大壁としの木下まで塗り込め、壁表面は、ベンガラを塗る。倉庫内には使用した道具類が保管されている。主体部1階では、専門職人がベンガラ出荷時に使用する木箱を製作し、2階にその材料を収納していたとされている。L 字型の建物で、 庭が入り隅部分には、柱に添えた曲がり柱で日差しをつける。この日差しは、現在金属板武きであるが、当初番券であったとされている。土蔵造り、桁雪7.5メートル、両行4.1メートル、二階建て、切妻造り大来り、三河原武器混流当初より米蔵として使用され、用途の変更はない。多くの使用人を抱えていた片山家では、 米蔵は重要な役割を持っていた。外側は、大壁とし、弁柄入りの漆喰で、軒下まで塗り込め、腰は生小壁に仕上げ、内側は、新壁の板壁とする。土蔵造り、桁行き11.8メートル、両行5.0メートル、二階建て、霧妻造り大来り、三河ラブキこの建物の用途は、はっきりしないが、名称から、焚き物小屋で作られた。 ベンガラ搬送用の木箱を保管していた倉庫、もしくは木箱用の木材を保管するための倉庫とされている。壁は、正面以外は内側を新壁として1階のみ、壁板を張り、外側を大壁とする。土蔵造り、桁雪10.2メートル、両行5.3メートル、2階建て、切妻作り妻造り大来り、参加原ラブこの建物のみ、旧所有者の都合で内部の調査がされていない。 よって、構造の詳細は不明であるが、外部は、ベンガラ入りの漆喰塗りで、軒きまで塗り込め、正面は、腰位置までをナマコ壁に仕上げ、日差しを設ける。土蔵作り、桁雪9.9メートル、両行4.8メートル、二階建て、切り妻作り妻入り、三河薔吹き壁は、内部は新壁で板張りとし、外部は、大壁で、軒裏まで塗り込め、刺繍ともに腰板を張る。 在の状況から、明治期に建てられた蔵と推定されている。ベンガラ工場で作られた、ベンガラは、南門、西浦門、浦門を通り、ベンガラ倉庫へ運ばれ、梱包された商品は、浦門、西浦門を通り、西門から吹屋往来を通り運ばれていた。敷地内には、浦門、西浦門、西門、南門、東門の5つの門がある。浦門以外の四棟の門は、 明治前半頃の建築と推定されている。ありがとうございます。